エルボーバットはプロレス技の一種である。エルボーパットとも呼ばれる。自身の堅気を曲げて、片肘を突き出し、振り上げたり振り下ろしたりして、相手に叩きつける。原則としてプロレスでは、肘の先端部での攻撃は反則になる。力の入れ加減、タイミング、当て方によって、威力も大きく変わる技であり、派生技の中には、フィニッシュホールドとして使用されるものもある。 主に序盤から中盤にかけて、つなぎ技として繰り出されることが多い。三沢光春は、エルボーバットを、得意技として、数種類を使い分けていた。三沢が考案、またはアレンジした、派生にもある。また、杉浦隆丸藤聖堂、菊池武史、鈴木小太郎、クリスヒーロー、原田大介、清美やカイト、塩崎豪など三沢の後輩、弟子筋をはじめ、 三沢の影響を受けて意識的に使用するレスラーもいる。助走しながら片腕を振りかぶって相手の頭部にエルボーバットを叩き込む。様々なエルボー攻撃を用いた三沢光春がフィニッシュムーブとして多用した技である。他の主な使用者は杉浦隆田中正人、本間智明、入江茂弘菊池武史、鈴木小太郎、塩崎強史。 スピニングエルボーとも呼ばれる。相手と向かい合い、右足を軸にして、体を左方向へとひねって、半身の体勢になったところで軸足を左足に切り替え、さらにひねりを加えて、相手に背を向けた状態になって、体を軽くジャンプさせ、再び軸足を右足に切り替えて、左方向へとひねって、左足で踏み込みながら、打ち出した右腕で、相手の顔面に肘を叩き込む。 逆回転して、バックハンドエルボーを繰り出す形もある。クリスヒーローは、相手の背後に回り首を取り、ネックブリーカーのような体勢にしてから、その体勢のまま相手の頭部にローリングエルボーを放つ、ことがある。また、相手をロープに振って、相手がロープにリバウンドした瞬間を狙って、ローリングエルボーを放つこともある。他の主な使用者は、三沢光春、田中正人、 小島さとし、鈴木小太郎、原田大輔、塩崎剛、オースチンエリーズ。海外では、フライングフォアアームと呼ばれている。相手に向かってジャンプして飛びながら、顔面にエルボーバットを叩き込む。イワンプトスキーは、ポーリッシュハンマー、マニュフェルナンデスは、フライングブリトウの名称で使用。他の主な使用者は、三沢光春、棚橋博ティトサンタナ、ショーン・マイケルズ。 塩崎剛し、内藤哲也。コーナー最上段からジャンプして立っている、相手の顔面にエルボーバットを打ち抜く。三沢光春は、数回であるが空中で、霧も未回転を加えながら放つスクリューエルボーも、披露したことがある。尻餅をついた相手の正面にあるロープに飛んで、助走して、スライディングをするように体を滑らせながら、右腕を振り抜いて、 相手の顎にエルボーバットを叩き込む。主な使用者は田中正と三沢光晴と称した。田中はロープワークを生かしたスピーディーな助走から決めるのに、対して三沢は少し離れた位置から短い助走から倒れ込むように決めて、その際に後頭部や側頭部を狙うことが多い。ダブルエルボーとも呼ばれる。 左肘で相手の右側頭部にエルボーバットを打ち込み、右肘で相手の左側頭部にエルボーバットを叩き込む。主な使用者は、三沢光春、川田俊明、小島佐田中正人、鈴木小太郎、塩崎剛、ショートエルボーとも呼ばれる。至近距離から小刻みに連射して、相手の顔面にエルボーバットを叩き込む。相手の後頭部を片手で掴んで繰り出す場合が多い。 主な使用者は、三沢光晴、菊池武史、鈴木小太郎。相手に、馬乗りの状態で、相手の頭部を片手で抱えて、エルボーバットを叩き込む。主な使用者は、三沢光晴、杉浦隆バロン交尾。用による、エルボーアタックコーナーにもたれかかっている相手に、助走して、相手の顔面にエルボーバットを叩き込む。また、ジャンピング式やバック式もある。 主な使用者は、三沢光春、小島佐都田中雅と、本間智夫明、ザックライダー。背後にいる相手に折り曲げた肘を叩きつける。バックエルボーとも呼ばれる。相手にバックを取られた際の返し技や走ってくる相手へのカウンターとして使用される。ブラックジャックマリガンやランディタイラーは相手をロープに飛ばしてジャンピング式で放つバックハンドエルボーを得意技としていた。 クリス・ジェリコは、ローリング式を、ジュダス・エフェクトの名で使用。バックローリング・エルボーとも呼ばれる。後方へと旋回して、相手の顔面を、バックエルボーで殴り飛ばす。タジリのオリジナル技。相手からロープに振られた時にロープ近くで倒立して、両ももの裏をロープに接触させて、反動をつけて、下半身を前へと倒して、両足を着地させて、 上半身を起こして、相手の背中を向けた状態で立ち上がって、後ろに飛び抜くようにジャンプしながら、右腕を折りたたみ、背後に追っていた相手の顔面を、バックエルボーを叩き込む。他の主な使用者は、和林、鈴木小太郎。武藤敬二のオリジナル技。コーナーに寄りかかる、相手の体を対角線上にある反対側のコーナーにハンマースルーして、 自身も、それを追いかけるように助走して、リング中央付近で測定して、相手に背中を向ける体勢で着地して、後後ろに飛び抜くようにジャンプして、コーナーに寄りかかる相手にバックハンドエルボーを叩き込む。これと同型のコーナー外で放つトペレベル差がある。エルボースタップ、ハンマーエルボーとも呼ばれる。主に頭部、背面、肩口、鼻っ柱などに、鍵型に曲げた肘を、 上から振り下ろして、突き刺すように打ち込む。両腕を糸を巻くように回転させてから打ち込む。ダスティ・ローデスのエルボースタンプは、バイオニックエルボーと呼称されている。主な使用者は、ジョニー・バレンタイン、ジョニー・パワーズ、ローデス、ディック・マードック、スタン・ハンセン、クレッグ・バレンタイン、ディック・スレーター、コルト・ブーム・ブーム、カバナ、アントーニオ・をンダ。だ。ブレッドハートは、 コーナーポスト二段目から放つダイビング式を使用。スレーターはコーナー最上段から放つこともあった。向かい合った相手の頭に肘を突き出すように片腕を折り曲げ、折り曲げた片腕を振りかぶって、下から上へ突き上げるように肘を打ち込む。主に頭部を狙って繰り出されるため、アッパーエルボーとも呼ばれる。ジャンボツルタは腹部に繰り出す形も使用。ビル・ロビンソン、ワイルド・アンガス。 ピート・ロバーツ、レッソントン、トニー・セント・クレアー、ウィリアム・リーガルなど、英国出身の選手が多用したことから、ヨーロピアン・アッパー・カットとに呼ばれている。ナイジェル・マッキネス、ダグ・ウィリアムスも、この名称で使用し、コーナー上から立っている相手に対して飛んでいって、繰り出すダイビング式も使用。また、ドリー・ファイク・ジュニアは、ロビンソンとの幾度との対戦から、この技を自分のものとした。 そのため、ドリーの門下生にも使用者が多い。他の主な使用者は、豊登り、三沢光春、大森隆尾、西村治剣道家臣、金丸義信、セザーロ、クジ三沢光春のオリジナル技。相手を場外に落とした後トペスイシーダの要領で場外へとダイブして場外にいる。相手の顔面に体ごとぶつけるエルボーバットを叩き込む。他の主な使用者は、 鈴木小太郎、サモア上、ありがとうございます。